ます。改めましてお願いします。改めまして、コロコロチキチキペッパーです。お願いします。はい、お願いいたしますね。いけないですけど、奈々、はい、さんね、この前本出しましてね。そうなんですよ、うん、僕、いい人でいる必要なんてないって本出しましてね。皆さん買ってくれました。どうですか、これ。あ、うん。もうちょい買えやん。いやいや、なんちゅうこと言うねん。なんちゅうこと言うねん。いや、でもね、本当いい本なんでね、よかったです。読んでくださいよ、本当ね。女優のね、うん、浜辺美波ちゃんがね、ツイッターとかに上げてくれてるんですよね。そうなんです、すごく嬉しくてめちゃめちゃ面白かったですって本ね、言ってくれてたんですけど、はい、リプラン見たら、早く目覚ませっつって、早く目覚ませ腹立つわちょっと悲しいですけどね。まあでもね、まあ、そう嫌なこともあったんですけども、最近ねめっちゃいいことありました。めちゃめちゃ嬉しいことありました。そういうの聞きたいね。はい、実は僕最近ですね、クリスタルガイザーの関係者の方と出会うことができまして。クリスタルガイザー、はい、あの水の、いや、水というか、とても美味しい、神秘的な、他とは歴然とした差がある水。水やないか。水でしょ、だから。何なんそれ。いや、クリスタルガイザーの関係者と出会ったかって、それ何があんのよ。いや、もうそれあんま大きい声で言われへんけど、まあ、それ。え？CM もらえるかも。めっちゃ聞こえてるわ。マイクここやから、CM もらえるかもってそんな簡単にもらえないですよね。そんな簡単に CM ってもらわれへんねや。当たり前やんか。それは寝耳にクリスタルガイザーやな、何？寝耳にクリスタルガイザー、寝耳に水ね、え、でもお前毎日水飲むわけでしょ。まあまあ飲みますよ。ほな月かクリスタルガイザーも、水水水水月かクリスタルガイザー言ってるわ、やめてなマジで、わかりました。ちょっとこの話一旦クリスタルガイザー流します。水に流せやおい。クリスタルガイザーに流しまして、どうにかしてクリスタルガイザーねじ込もうとしてる。ほんまやめてやマジで。わかりました。ほんな話変えますわ、はい、ほんま何月生まれやったっけ。もう9月ですね。あ、9月生まれなんや、ほんな星座がクリスタルガイザーやから乙女座な、クリスタルガイザー、ペットボトルみたいな形してんのそれ。言うてますけど、だいたいね、CM なんてね、好感度が高いタレントさんが選ばれますからね。そうな、ほらクリスタルガイザーがあさみさんとか、水川あさみな、滝がクリスタルガイザーさんとか、滝がクリスタル、ね、クリスタルガイザー松村さん、クリス松村や、めちゃくちゃやな、めちゃくちゃやな、クリス松村さん全然好感度高くないもんな。そんな言うなおい、そんなん言うな、なんでそんなこと言ってまうの。なんやねん、お前さっきからピーチクパーチク言ってるけどよ、ちゃんとワクチンは打ったんか。お前ワクチン打ちました。ワクチン打ってんな、お前ちゃんと。どっち打って、お前モデルかクリスタルファイザーか。お前ファイザーな、クリスタルファイザーめちゃ効きそうやけど、何言ってんのずっと。コンビ名も解明します。せんでええやろ。コロコロチキチキペッパスもちゃっとしてるんで解明します、せんでせんで。クリクリスタスタルガイザー、クリクリスタスタルガイザー、気持ち悪い。ナダルも解明します。せんでええって。気持ち悪いんで解明します。せんでええよ。俺がクリス、クリスで、お前がタルガイザー。絶対嫌やわ俺、タルガイザー絶対嫌やわ。マジで腹立ってきた、ほんまにね。言ってますけど、大体な、企業案件のことばっか考えすぎやねん。やねん、クリスタルガイザー、クリスタルガイザー、どういうことやねん。こういう舞台、こういう一個一個の舞台を頑張っていかなあかんちゃん。違う違う、企業案件だけでええ。最低やな、最低すぎるやろおい。もうこれが全然違うんだから。やめろやめろ、支配人とか見てんねんこれ。幕張は別格でございます。もうなんちゅうこれ、よよけんなおい、余計な風って。なんやねんなお前は。何してんねん。とにかく CM が欲しいんですこっちはね。 CM 欲しいねんな、じゃあ頭の中でどういう CM したいかなんかあんの。もちろんありますよ。あ、じゃあそれやって、はい、3、2、1、どうぞ。クリスタルガイザーってちょうだい。竹本ピアレンけおい。何してんねんおい、ずっと。なんやねん、なんやねんこれ。どうしたやねんほんま。あ、もうようわかん。じゃあ聞くけど、はい、クリスタルガイザーと俺、相方の俺、どっちが好きなの。もちろんお前や。タルガイザー。どっちやねんおい。お客さんほらポカーンってしてるやん。一体どうしてん客ガイザー。やめたれや、あの人客ガイザーになるやんけ。ちょ、ようわからんか。いや、ね、じゃあ俺がな、タルガイザーに改名したとしてな、クイズ番組出た時に、じゃあ次の問題をタルガイザーって俺言われんのな。24時間マラソンバーって走る時に、もうちょっとでゴールだタルガイザーって言われんの。 MC 出た時に、どうも MC のタルガイザーですって言うんかな。大丈夫やって、お前にそんないい仕事来へんから。なんちゅうこと言う、避けんなやおい。何してんねんこれ、めちゃくちゃやから。言うてますけど。それやめて、言うてますけどっていうやつ、ようわからへん。とにかく CM お待ちしてます。来るか、もうええわ。ありがとうございました。